はい、3回目ですね、やっていきたいと思います。前回意外とね、そう短かったんですよね、動画的に。なのでまあ、今回ももしかしたら短いかもしれないですね。うん、意外とやっぱ1ステージが結構簡単に終わるというか。あ、そうそう、いちごいちご、ついにいちごにね。なんて言ってるの？だってお前ほんと彼女なんかすごい ふてぶてしい顔してるけど大丈夫？ほんとにいいアイデア？僕たちビッグゲームに参加してるんだ。君も赤村に入らないかい？そうしたいけど、まず庭園から全ての果物を集めなきゃならない。てか登場キャラ多いね、こう思うと。ほんといいね。気になるのよ、このいちごちゃん。収穫ね、まずは。はい、よいしょ。見つけるはい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 。誰でやろう。え、いちごちゃんって使えるのかな。使えるんだったら使いたいな。あ、使えない。この子さ、ファンキーすぎない？超ファンキーじゃん。じゃ、この子にしようか。これやったら使えるようになるのかな。準備いい？はーい。ごめん、どれ？これ？力あるな。なるほど、シンプルね。その気は関係ないと。はい。よし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 。え、バナナあるよ、バナナ。関係ないんか。リンゴね。ごめんね。バナナは関係なかったわ。あったあったあった。なるほど、まだ終わらない。え、待って、いちごこれ何になってんの。え、あと、あ、なるほど、いちごもそんな風に取れるのね。すごい物理って感じ。はい、いちごいちごいちご、はい。え、ここに住みたいんだけど。だっていちごそんなねえ大量に一気に生成されるなんていい場所よ。まだあんのかな。みかん、じゃあオレンジ。ちょっと分かんない分かんない。箱に入ってるならそれでいいんじゃないの。ダメなの。そうなんだ、箱をグラグラ押すのね。どういう原理なのかしら。箱をグラグラ押すと消えるっていう不思議よね。まだ箱あったっけ。どこだろう。これではない。これはないね。え？あった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 。なるほど。はい、急いで急いで。1分以内に終わらせたいからね。じゃあ1分は残したいからね。あ、終了。はい。なんで平和なの？はいって。これで仲間になるかな？おお。終わったよ。よくできた、赤ちゃん。バスケットがいっぱい手伝ってくれてありがとう。君と一緒にプレイできるよ。果物が書かれておしゃぶりがあったよ。次は何をすればいいの？僕たちは後でビーチでコンサートを開くよ。何？なんと工場。何か悪いことが起きたに違いない。チームのみんな、工場へ行って何が起こってるか見てみよう。工場、爆発でもしたのかしら。え、なんか知らない子いる。何だったんだろう。
しましょう。これは見つけるでしょ。すげえ落ちてんのよ、いろいろ。あ、高速移動ね。移動するだけで、入浴するでしょ。なんか服屋さんみたいなの、ここに。はい。あなんかさ、思いのほか弱いよね。なんかその子が着てるその赤ずきんちゃんみたいなやつ欲しいんだけど。あくびされたわ。信じられない。どない?なんて書いてあるのこれ。検索して写真を撮る。はい。工場に入ったらそれらの写真を撮れば。写真撮ればいいんだって、工場で。どういうこと?どういうこと?ちょっと。Oh no! Pia, what happened? 何が起こったんだ?パイナップルちゃんもいるのね。何あれ?あれが悪者ね。君たちはここにいるなら、あの子たちを探すのに立ててくれないか?仕方ないわね。怖くない笑い方。結構不気味って感じ。ちょっと後ろの人バレてるわよ。よし。何作ってる場所なんだろう。ジュースねえ。ヒュー!自分だけで全部、全部のなんちゃらを見つけれなかったよ。助けになれて嬉しいよ。うん、この子たちを工場に入れることができないんだ。結局は何も問題なかったんだろ。見てみ、僕があの子たちを探してるおしゃぶりを見つけたんだ。え?急に来るじゃん、この人。よくできたね、チーム。何時か見て、コンサートがもうすぐ始まるよ。行かなきゃショーを見逃してしまうよ。やっぱアメリカ乗りよね。なんか今起きたことよりもあのショーの方が大事なんだもんね。うん、いいと思う。いいと思うよね。え、これショーなの？え？どこ？高速移動じゃなくて。なんかあるよ、あっちに。ちょっと待って。海の色なんかやばくない?なんかちょっとピンクいんだけど。僕と踊って。嘘でしょ?踊るの?スイカ。どこ行ってたんだ?僕は君たちを探してたんだよ。僕たちは哺乳瓶谷と、なんちゃらマウンテンの赤ちゃんたちと一緒にあの子たちを、あの子たちを僕たちコンサート招待したんだ。素晴らしいアイデアだね。僕たちの驚くべき観客のために最高の歌を演奏しよう。これ翻訳マジ合ってる?なるほどね。恒例の音ゲーね。はい、待って、この子表情すごくない?絶対この子なんだけど。ファンキー、意外とファンキーじゃない?しかもね、簡単っていうこの優しさ。え、前回やったのですらさ、なんかいろんなボタンあったのにね。うん、ありがとうね、簡単で。笑ってる笑ってる。動きの幅それしかないんだろうね。よいしょ。地味。あ、急に来た。危ない。もうないと思ってた、こういう上下とか。フェイントかけてくるじゃん。なんて赤ちゃんなの?ねえ。眉毛もピンクなんだよね、この子ね。
ノリノリだね。はい。ギターがうまいのか、そんなでもないのか、ちょっとよくわからなかったね。ベース？今どっち？イエーイ。君たちはすごかったよ。ダンスをやめられないよ。素晴らしい歌だね。君たちは素晴らしい観客だよ。僕たちはあることについて考えてたんだ。ビッグゲームで僕たちみんなにチームを結成してほしいの。僕にとってはいいと思うけど、みんなはどう？イエスイエス。はい。あそこに行くの？まあ、ちょっと怪しいと思ったのよ。あれ何？と思って。ラストどうしよう。いちごちゃんでもいいけど、パイナポーちゃんもいるじゃない？パイナポーちゃんも気になるよね。ここね。何これ？マジックラビリンス。待って、これってさ、いつもやってるのとあんま変わんないんじゃないの？ねえ。パズルでいっぱいだ。君たちは解くことはできるかな？解けるかな？何これ？だからパズルって言いながらも、そんななんか別に難しいやつじゃなさそうですね。よかった、優しくて。うわ、スイカくんファンキーだね。スイカくんにします。ファンキーだったんで。ファンキーすぎない？ダサいな、スイカの。ね、スイカのなんかこれダサくない？これか。なるほど。感覚としてはでもさ、全部走ればいいって感じだよね、とりあえず。はい。すごい回るじゃん。焼きました。あ、そっちが閉まります。なるほどね。はいはいはい。開いたので、これを取って。んで。え？もう取れちゃった、全部。ね。あそこ開きます。あっちが閉まってるから、これ開けますじゃない？はい。わ、これね、多分あれ本当にお子様にいいと思うよ。なんかちょうどいいぐらいのね、頭の使い具合。よし。いいね。これぐらいがいいよ。ウェーイ。あと2個ですね。やったよ。これで僕たちのスペシャルおしゃべりが3つになったよ。ビッグゴールデンおしゃべりを勝ち取るため、あと2つだけ足りないってことでしょ？なるほどね。僕たちはそこに何度も行ったことがあるんだ。木の中のドアを見つければいいんだ。赤ちゃんたち、そんなに急がないで。まずはチームの勝利を祝わなきゃ。イエーイ。ああ、次氷なんだ。良さそう。
ね、良さげな場所そうだよね。いいじゃない。まあちょっとスイカには寒いかもね。え、すごい子来たんだけど。マジ？すごいこの子。ということで、ちょっとスイカくんすごいね、なんかね。お店ってないのかな。お店ちょっと見当たらないですね。なので今回一旦この辺で。え、何これ。あ、なるほど。へえ。で一旦今回、あ、待って待って、見た、あったあったあった、見ちゃう。あ、ここ品揃え良さそうと思ったけど、そう、あ、へえ。はい、またあくびされたわ。ということでですね、今回この辺で終わりまして、まあ、残り2個ということでね、本当あの割と早々に終わっちゃいそうですけどもね。ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。